を閉じた瞬間に悲しみの記憶が、その涙振り切って戦え銀河の覇者。自由の鐘が夜空に鳴り響く。不安な未来消し去るため、失われた心の翼を広げて、銀河の果て光を求めて飛んで行きたい。その線は離さない、愛を守りたい、夢を信じたい、未来に向かって永遠を誓い合おう。 wow, 青き光の戦士よ、レジェンド。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。高校2年の夏休み、本来なら俺は今頃ロックミュージシャンをやってる両親とロンドンのアビーロードあたりにいる予定だった。でも7年ぶりか。一発だ。もうダメかと思った。ありがとう。いやいや、大丈夫。はい。ヒカルくん？ミスズ？え、嘘。どうして？ここへ何やってんの？いや、それはこっちのセリフ。お前こそここへ何危険な遊びしてんだ。じゃなくて、坂の上でそのベビーカー止めて、中に私の子がって声がして、で止めたら乗ってたのが犬で、バンって追われて驚いて抜けずって。ああなったと。いや、それにしてもすげえ格好だったな。お尻すっぽり。やだ、もうそれ忘れてお願い。お嬢ちゃん、大丈夫？あ、はい。なかなか見どころある若者。もしかして彼は。どうだっけ。ヒカルくん、てっきりイギリスだと思ってた。ねえ、どうして帰ってきたの？突然この町に行かなきゃと思ったんだ。何かに呼ばれた気がして。呼ばれた？何それ。つうか、道違くね。着いたよ。え？みすず、俺銀河神社に行くって言ったよな。え、ヒカルくんまさか知らなかったの？って何を。銀河神社、火事で開けたんだよ、1ヶ月前に。なんでも近くに隕石が落ちたんだって。ははは。そんでこんだけ好感で痛め。じいちゃん。おお、ヒカル、よう来たな。久しぶり。つうか、これが銀河神社。ああ、白井先生のおかげでな、曲がりをしておるんだ。校長先生。ライド君、すっかり大きくなって。いや。この小学校ね、残念だけど、今年の春に廃校になったの。でもここに神社があれば時々こうして来られるわ。なるほど、そういうことっすか。心配をするな。寝泊まりする場所はいくらでもある。それにご神体がご無事だったでの。ご神体。これも八百万の神のご加護。それ見てもいいかな。なんで急に見たいと。いや、なんつうか。おはようございます。
いつもご苦労様。よろしくね。はい。夏休みここで巫女のバイトしてるの。そうなんだ。見とれてんだよ。ケンタ。ヒカル久しぶり。久しぶり。ああなんか感激。しぐさ。久しぶり。ちょっとさっき連絡したの。また4人揃ったね。本当にケンタか。そうだ。そんな変わった？いや変わってね。だろ。ありがとうね。しぐさそのままだな。本当。声でよかった。あ本当。ミスズは。嬉しいです。ここが久しぶりに賑やかになって。私も嬉しいです。白井先生の笑顔が見られて。はい。いえ深い意味はありません。えい。アメリカイギリスいいな。世界中回れて。でも基本メジャーな街ばっかだし。ってどこ行きたいわけよ。あ、昔アフリカの奥地に行って謎の生物見つけるとか言ってなかった？ボケレムベンベだっけ。よく覚えてんな。だってヒカルくんの夢何度も聞いたもん。世界一の冒険家になりたい。そうそう、誰に憧れてんだっけ。あのほらエドモンド・ヒラリー、初めてエベレスト登頂に成功。誰も見たことない景色を最初に見たんだ。あの夢今も変わってない？変わってない。俺も未知の世界を見たい。絶対ウルトラ念力。どういうこと。やっぱどうしても気になる。これがご神体。し者の紋章。やはり光の国の言い伝えは本当であったか。人形。私はウルトラマン太郎。喋った。これ誰かのいたずらだろう。小型スピーカー内蔵か。あれどこ行った。私は君を待っていた。そのご神体を持って古星山に来るのだ。何なんだよお前。冒険したくはないのか。え？未知の世界を見たいのだろう。もうじき奴覚醒する。してください。我が偉大なる支配者様。なんでこんな場所に。てかやっぱ夢だったんじゃ。
光る。あ、いた。ここで私は目覚めた。遥か昔、恐るべき闇の力で全てのウルトラマンと怪獣が人形にされ、この山に降り注いだ。本当にこの人形喋ってんのか？光の国の言い伝えにある二つの神秘の道具。一つは命あるものの時間を止めるダークスパーク。いや、やっぱなんか仕掛けが。ちゃんと聞け。なんだよ。私はダークスパークと対をなすもう一つの存在をこの近くに見つけた。それって銀河スパーク。闇の呪いを解く唯一の希望。その大いなる力を引き出せるのは選ばれし者だけだ。つまり俺ってこと？そうだ、光。君だけが私を元の姿に戻せるのだ。どうやって？よし、ここならよかろう。私の足の裏に君の手にできたのと同じ紋章がある。そこに銀河スパークの先端を当てるのだ。先端を当てる？驚くなよ、光くん。こんな朝早くここで何やってるの？散歩だよ、散歩。そういう店でこそ何してんだよ。私はお菓子作りの材料を取りに来たの。この山でいいヨモギが取れる場所見つけたの。それ使ってコンクールに出す創作和菓子を完成させるんだ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。そっか、なら材料集め俺も手伝うよ。本当？助かる。こっちだよ。どっち？あ、おい光。よいしょ。あ、せっかく見つけたお菓子の材料が。このゴミ片付けてもらえますか？何言ってんだこのガキ。こっちは仕事でやってんだよ。犯罪だろ。山汚してんじゃねえよ。なんだよこの野郎。ヒカルくん。おい、そこで何してる？ガキって、お前ヒカルかよ。久しぶりだな。今逃げた奴ら不法投棄業者だ。やっぱりそうか、怪しい系統だと思ったんだ。おい待て、ちょっと待て、ちょっと罰当たるぞ。ヒカルくん大丈夫？ああ、これって護身体？ダークな心を使わせてもらうぞ。その慌てっぷり、黙って持ってきたの？そうだけど、これには複雑な事情が。もしかして太郎に頼まれた？そう、太郎に。え？そっか、光くんが選ばれし者なんだね。ミスズ、なんでそれ？私が話したのだ。美鈴に見つかった時にな。どういうこと？私が銀河スパークを調べていた時、この世界にウルトラマンや怪獣は存在しない。まして私は人形の姿だが、美鈴は私の話を全て信じ、私を元に戻そうとしてくれた。でも結局ダメ。ヒカルくん、私からもお願い、早く太郎を元に戻してあげて。ミスズ、お前素直すぎだっつーの。しまった、見失った。
何も起きないけど。そんなはずは。もう一度頼む。もう一度。どうして。さあ。おかしい。こんなはずでは。諦めちゃダメ。きっと次こそ。恐竜？この人形はどうかな。ブラックキング、ウルトライブ、ブラックキング。どういうことだ。私はダメで怪獣にウルトライブするとは。無理。サンダー・ダラビア、まさかダークスパークの力で。みんな黒焦げにしてやるぜ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。潰されてたまるか。ウルトラマン銀河ウルトライブ、ウルトラマン銀河。全身に半歩じゃねえパワーを感じる。ただ一人なの。君を守りたい。いつも一
大丈夫か？守ってくれてありがとう。ビビってるミスズ見たらベビーカーの時のあのすげえ格好思い出した。ああ、それ忘れてって言ったのって絶対忘れねえ。ダメ、今すぐ忘れて。俺が突然この町に来たいと思った理由、それは殴んなって運命とか。ウルトラマン太郎です。太郎さん、ズバリウルトラマン銀河っていうのは何者なんでしょうね。それは私にもわからない。無責任な。じゃあゲストの意味ないじゃん。早くもコーナー存続の危機。早く大きくなりたい。イスズに迫る邪悪な影、止まれ。イスズに手を出したらこのライドウ光が許さねえぜ。次回ウルトラマン銀河夏の夜の夢、来週も絶対見てくれよな。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。